はい、そんなわけでダスワリさんとこ来ちゃったんですけど大丈夫ですか。だよねーだよねー。府警の警備の配置を変更、キャストに紛れて出演者を警備させる。ああ確かにそれいいんじゃない。はい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 、いいじゃんいいじゃん、さすが。常に回ってくれるってことだしね。いや本当に一石三鳥四鳥五鳥ですよこれは。はーい、いや本当にやっぱバン君ってすげえなー、話はつけてきちゃった。そう、はい、内側から警備してもらいたいっていう話になりまして、お構いなく。はいはい、はい、よしこれで3人。はーい、3人集めてきました。はい、 OK です。この格好できちゃったの。どんな感じなの？はい、フォークシーパレードの一般キャストの衣装になる。おお、あ、いいじゃん。適度なセクシーさもあってでも清楚でもあり、いやわかるけど、あの絶妙というやつですよね。でもなんかそのなんだろう、セクシーさの中の清楚さがすごい好き、露出ちょうどいい、さすがだな、なんか見直しちゃった。あ、そこシースルーなってるんだ。ほー、ね、ほんとなんかさすがでした。はーい、彼女へのオファー、あーリゼット、これで幕引きだ。はい、あ、こんなにくれるのありがとうございます。上出来だ上出来だあーおもろ、ほい、ローが上がった。なんかどんどん見直しちゃうな。最初の油切った人は何だったんだ。頑張ってね、応援してるよ。
ん、そうだね。いい結果になるといいね。よし、OSPG と終わりましたので昼食ですかね、取ろうかなと思います。伝統地区のコッコ、あれザッハムさんがいた、全然気づかなかった、日頃いないもんな。はい、ここで昼食取ります。ほい、はーい、オッケー、行きまーす。その後バンたちは席を確保してから市場で様々なフードを買い込み、サルバットならではの味わいに舌鼓を打つのだった。そして食事が終わった頃、電話、この番号何かかかった。バン、今どこにいる。妙に慌ててる。頼まれていた件だが、はい、早速目立つ動きがあった。なるほど、頼んでたんね、だからいないのね。お前たちが二度出くわしたという護衛を連れた観光客を覚えているか。あ、覚えてます、覚えてます。先ほど連中が騒ぎを起こしたらしい。はいはい、周囲にいた目撃者の証言、現地の踊り子らしき少女に絡んで車に連れ込んだ。マジ？シャヒーナちゃんかな。止めようとしたベレー帽の娘もついでに連れ込んで走り刺した。ベレー帽ってマリエルちゃん。へえ。あ、結構大ごとっぽいねこれね。わあ、これ何、目微妙に光ってる。うん、うん、はーい、これは、あー、なるほどね。ねえ、下ろしてよ。早く町に引き返さないと訴えますよ。誰がガキだこら。売るのかな。セクハラでも訴えます。ただの餌、ああわしらのかな。姉貴に女優なんかおびき寄せる。あなたたちは、趣味悪いな。そもそもこの車どこに向かってるんですか。うわ、目が、運転してんの SP の人。急いで。うん、ちょっと待って、アロンが荷台に乗ってる。荷台に人が乗るのって免許かっていうか許可がいるよね。まあそんなこと言ってられんか。監視カメラの映像、うん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 、なるほどね。ちょっといいですね。MK 社の追跡調査で判明したメッセルダムの状況と似ている。なるほどな。あ、そうなんだ、実際になんかあったんだね。あー、 A の元本拠地か。はいはい、そうだね。ね、構成員自体も使ってやがった物が関係している。はいはい、なるほど、あれか、あれの軽い版っていうこと？使えば使うほどもっとひどくなるのかな？はいはい。ここ行くの？車じゃん、相手。
わしら歩きで行くの？あーマジなんか。まあ確かにそうだよね。はい、うん、はい、追跡開始。よいしょ。うん、落ち着きますね。さてということで、前回半分倒しに倒しまくって行ったんですけど、今回は全域行けるのかな。これ全員倒す人いる？私はどうしようかなって今悩んでるところ。でもなんだかんだ倒してきそう。はい、では行ってきます。そんなこと言うんだ。無視するか。怒られたから輪立ち通るね。うん、なんか軽く倒しながら行ってるけど、ここら辺でイベント、あ、巻き込まれるのか。ほらよ、暗いな。これ決まるとほんと強いな。確かにね、北東のオランシオン市の旅行士であるのは確か。なるほど。一人は富豪層出身、もう一人は新規ビジネスに財を成した。なるほどな。A との直接のつながりはないと。遭遇した際に動力ネット経由で紹介した。さすが。危機管理データ収集の一環の、だから違法のじゃない、適用の範囲内ね。なるほど。すごいね。うん、はーい。昨日はこの辺りに砂嵐があったよな。ね、風の流れが変わりましたか。砂漠ではよくあることです。え、この輪立ちちょっと無視していい？宝箱、あ、結構遠いね。よし、上出来た。甘いお茶受けをご用意しますか、バン様。甘いお茶受け。トレジャー発見ですね。初めての敵がいる。富士壺？強敵だな。強敵なんだ。見とれたかよ。素晴らしい演武でした、アーロン様。ビンブに。お宝じゃねえか。え、なに、ラーバナみたいなやつ。俺、どういうこと。手強そうだ。何これ。期待以上の成果かと。とんでもねえメイドだ。とんでもねえメイドだ。なんか全然倒して、いや倒してる方だと思うんだけど。見かけちゃった。あれね、立ち往生してんのかな。ん、あの回復装置あるね。これだけ埋めました。こっから下はね、またね、行けないですね。ふい、イベントでございます。あの車は。うん、ああ、リンゴに連絡しておくか。ふい。男4人に娘2人の足跡がある。ほうほう。はーい、はーい、行きましょう。さてと、中休みすっか。中休みすっか。オーグメント調節で結構今エセピスがあるので、バン君を開けます。
取り板開けて、結構じゃない、結構私は砂漠で頑張ってたのでは。でここ開けてあげて、ほんでで3列目全員やってるかな。でここよな、こっからはちょっときっちょいですね。行動力1作るか、そろそろ2は作れるんだっけ、2作れるか、作るか、2個ぐらい作る。3って出るんかな3が出るんだったらな、これいいね。1個作った。あ、待って、オーラブレスがある。おお、あ、アセラスもある。あ、クレセントアイが新眼なんだ。新眼もちょっと気になるな、使ってないからね、まだ。では奥に進みます。うん、光っとるー。うん、ある意味チャンス。うん、はーい。おお、こういうところ上がるよね。どう、え、開けてんのかな、まだ奥がありそう。これサボテンアロエ？うん、普通じゃないね。息吹がおかしい。何かに侵されてるような。おい、迎撃します。楽しもうぜ。一般人そんな波動出せるびっくりなんだけど。どうしよっかな。そういえば今クロノドライブ誰も打ってないよな。加減はいたしません。加減はいたしません。アクセスブート。おお、さすが警備会社。だんだん痛いな。物理防御上げたのに心眼をしようとするわしあ、これずれる、ずれた。あ、そういうこと。あ、入った。まとめて相手だ。え、今よく入ったね。芝居にしようぜ。任せた、リゼット。さすがに護衛さんは強いんだね。アースガードを今されて、私らも物理防御上げた時になんかゲージ出たんだよね。これはどういうことだ。あー、なるほど、かなり減るんだ。はい、有無を言わさず。なんちゅうこともないといえばなんちゅうこともないが、妙な気をまとってやがったが、所詮は雑魚だったな。うん、その通り。やったー、すごいよ、ウェイたち助かりました。もう服が砂だらけで。いや、心配するのはそこではない、また来た。上だ。やっぱり潜んでやがったかよ。高みの見物は終わりだ。いるんだろうが出てこいや。なるほど、私が潜んでいる可能性に備えていましたか。アルマータの手先、いえ、アサシンですか。否定します。彼らとは契約を結んでいるに過ぎません。あ、じゃあ所属してるわけじゃないんだ。そして今回、私とイシュタンティの役目はここまでです。え？イシュタンティ、
そいつがその天使の名前か。どうやら現代の技術で製造されたものではなさそうです。なんだその言い方。その斬撃痕、 MK 社の調査記録に類似のものがあったと記憶しています。先々月に全滅したアイゼンシルト中隊についての。ほう。あの幹部の古巣のアイーダさんたちを襲った。なるほど、そういうことね。肯定します。契約の一環として、女性中隊長は想定以上の強敵でした。敬意を表します。へえ。テリさん、一連の実地検証は完了しました。交戦のオーダーは受けていないため、私たちは失礼します。謎い。おい、あの女。ああ、もう完全に隠す気ない感じだね。格好がすごい。やっぱりな、ここでも地下水路でも感じてたぜ。昨夜のステージと同じ、自分も他人も物として見てる。温度のない視線をな。なるほど。なかなかの観察眼。いえ、あなたの場合は匂いですか。せいぜいその嗅覚を無駄にせぬよう。それでは。何者だろうね。余裕かましやがって。空逃げられたらどうしようもないな。はい、私まだまだです。セリちゃん。いやゲネシスも好きあらばと思ったが、そんな甘い相手じゃなかったな。いえ、いいんです。みんな無事だっただけでも。シャヒーナさん、大丈夫ですか？うん、ちょっと腕がしびれたけど。アニエさん、ありがとね。ありがとうございます。カメラを持ってきてれば。で、バカどもはともかく、このでかい植物は何なんだ？多肉植物の一種だろう。この輝き、もしかして。あ、目と一緒ってこと？ビンゴだったか。いい場面は逃したようだが。あ、びっくりした。あ、どうやって来たの？あなたは。お姉のスカウトに来てた。シェリド皇太子殿下。どうやらそちらも同じネタを追ってたみたいですね。ああ、なるほど。我が国とカルバードは昔から良き隣人だからね。技術に投資、最近では映画産業にも積極的に関わらせてもらっている。でも皇太子殿下直々に足使って移動してるって。そんな中、怪しい動きを調べていたが、ナジェ、その植物かい？ええ、アルカロイド成分を含む流絶蘭の一種でしょ。アルカロイド成分、流絶蘭。やはり七葉脈に反応して活性化しているようです。あ、七葉脈、久しぶりに聞いたね。今作であまり七葉脈聞いてなかったわ。アルカロイド、一部の植物から抽出されるという。ええ、麻酔薬などの原料にも使われる成分ですね。なるほど。植物の種類、用法、用量によっては幻覚や覚醒作用をもたらすものもあります。そういうことか。予想通りだったみてえだな。ああ、ドラッグの材料。うん。メッセルダムの事件にも関係してたのは間違いねえだろう。サルバットにそんなものが。すごいスクープです。一月近く探っていた私たちに追いつくとはね。やはり直接ここに乗り込んできて正解だったようだ。何が？何が？へえ。目的は同じだが、協力に来たってノリでもなさそうですね。ね、え？君とは個人的には気が合いそうだとは思ったんだが、もともとそちらのメイド君の執行元とは折り合いが悪くてね。おお、恐れ入ります。何より信用できないのは君だよ、ヴァン・アークライド君。ほう。
マルドゥック社の社外テスターにして表と裏のどちらにも顔が利く得意な立場。場合によっては彼らと裏でつながっている可能性もありそう。あー、信用ならんね。確かにね。そんな、はあ、こいつがアルマータとか。まず、なんだろう、何も知らない人から見たらっていうね。まあ確かに筋さえ通せばどんな連中の依頼も受ける可能性はありますがね。確かに、ね、でもありえません。あの人たちはいくつも一線を踏み越えていますから。うん、その時点でバンさんが受ける可能性はゼロだと思います。なんだこのプレイヤーの相違の意見を言ってくれるアニエスちゃん。アニエスさん、そうだぞ。いい助手を持ったね。だがそれとこれとは話が別だ。なんと、あなたも戦うの？極東、変わってんね。ガンシャムシール。上等だ。さっきは雑魚ばかりだったからな。曲かっこよ。なんなの？どうなってるの？ねえ、ほんと脳筋ってどうなってるんかね、わからん。是非もなしですか。ああ。しかし、あんたもやるつもりかい？ね。なに？ただの余興さ。彼女一人でも十分だろうが。そんなに強いの？言葉だけでは不足だ。君と君たちの力と太刀を推し量るにはこのシェリド・アスバール、手ずからアークライド解決事務所を見分させてもらうよ。コーケ護衛官ナーシェベルカマイル、相手になるぜ。皆様どうかお覚悟。せっかくだから楽しませてもらうよ。手抜けばよかった、さっき。さあやっていきましょう。どうしようかな。受けて立ちます。ユートルホルテ入れようで防御を入れよう。30しか使わない、すごいな。でスロー入れといて、バーンは連機構やっとこっかな。で S ブーストが2本来てるから、リゼットさんで、あ来てる、使う？あ使えないわ。はい、これはいけない、いけない。これはどうかな。なんだこれ、アーツダムズラッシュ、ダムズスラッシュか。早いな。これはどうかな。え、はいや、え待って、はいや、闇を照らせ。え、それなんかワジが使ってた気がする、そういう系。ワジの場合弾だったけど。いざ幻想の世界へ。え、あーシャッフルか。え、なんかこの二人強い。どうしよう、バンダライズレイドいつまでとってもできねえ。どうしよう、このアーツめちゃくちゃ嫌なんだけどな。いいじゃないか。よっ、半分なんだ。いい、うわー、ほらよ、暗いな。半分超えた。なるほど、お見事です。あ、なんかなんだろうね、テクニカルな二人だったって感じですね。